ブラックライトを当てたトニックウォーター。キニーネを含むものはこのように発酵する。キニーネを含まない炭酸水と比較したもの。トニックウォーターとは炭酸水に各種の高想類や柑橘類の可皮のエキスおよび糖分を加えて調整した清涼飲料水である。熱帯地方の英国植民地でマラリア防止のために飲まれるようになったのが始まり。 この当時のレシピにはキニーネが含まれ、独特の苦味が出るため人気があった。かつて医療用に用いられていたドニックウォーターには多量のキニーネが使用されていたが、現在では微量のキニーネと香料を使用した製品が大半である。アメリカでは食品医薬品局により、キニーネの使用量は 83ppm 以下とし、 かつ製品には、キニーネの含有を明示するよう規制されている。日本ではキニーネを含有する、キナ抽出物が、食品添加物として認められていて、使用量にも規制はない。しかし、コスト上の理由により、日本で流通している、トニックウォーターには一部の輸入品を除き、キニーネは使用されておらず、香料を代用している。 なお、気に入れを原因とするアレルギーが報告されている。ウォッカトニック上粒子にはよくアウトされており、その胸ラベルに記載されている商品がある。ありがとうございます。